さあそしてですね、皆さん注目していらっしゃる大谷選手の各打席ですが、今日も振り返っていきたいと思います。今日の大谷翔平です。改めて第一打席のホームランご覧いただきましょう。ある程度狙っている中でのホームランでしたかね。改めて、まあ、軌道は描いてたと思いますよね。あ、そうですか、はい、ちょっと出されたんですけどね、うまく我慢してヘッドで拾ったって感じですけど、はい、こういうの打ってみたいですよね。打った瞬間からもうね、ずっと見てるっていうのはですね、いわゆる確信歩きでした。そうですね、自らの看板直撃。そうですね、気持ちよかったと思いますよね。そして第3打席です。ここも左ピッチャーではありましたが、ストレートを見てボールが3つ、見逃し方などの雰囲気はいかがでしょうか。そうですね、ゆっくりボール見れてますよね。うん、厳しいところには手出してないですよね、はい、そして第4打席、カウントワインドワン。ここも基本的には外、まあ、各国の対大谷の攻め方は傾向はありますか。そうですね、本当は懐に攻めたいと思うんですよね。でも初戦とかね、2戦目とかインサイド寄りのボールをうまく打ってましたんで、はい、結果ね、外寄りになってくるんですけど、うん、私っていうなら本当少しね、この最後のピッチャーもね、150キロ近い球だったんですけど、はい、ちょっと遅れてるかなっていうぐらいですよね。なるほどなるほど。さあそしてですね、村上選手が心配だという声、質問もたくさん来てるんですが、ここまで1割4分3厘14打数2安打、まあ、大谷選手の後を打つバッターがポイントになってくると思いますが、状態いかがですか。まあ、ちょっとずつですけど良くなってると思いますよね。良くなってますか。はい、チェコ戦で初ヒット打って、はい、初ヒット打った後の次の打席立てなかったのが痛いなと思って見てたんですよ。あ、なるほど。ヒット打った次の打席ってこう自分がどう変化して、気持ちもそうですけど、はい、変化してるのを見たかったと思うんですけどね。で、うん、今日初めてこうヒット打って次の打席見たんですけど、はい、若干余裕あってありましたよね。あ、そうですか。ボールの見送り方とかもですね、うん、なので段階踏んでってるんで、いい感じでね、準決勝、決勝っていくんじゃないかなと思いますよね。そしてですね、まあ、心配なのは源田選手が骨折ということが判明しました。この源田選手に代わって今日は中野選手がショートスタメンではありましたけれども、基本的には中野選手ショートスタメンっていうのはこれからも使っていきますかね。どうですか。まあ、使っていくと思いますよね。はい、まあ、ちょっとね、阪神ではセカンドやるっていうところでキャンプとかでもね、セカンド練習を多くやってた分で、はい、ちょっとなんですかね、ファーストまでの距離がまだつかめてないのかなっていう感じがしますんで、まあ、私もセカンドやってたん で、はい、でそこからショートにコンバースした時にそれはちょっとあったので、はい、必要以上に足を使って投げないとファーストまでは届かないなっていうふうに思ったので、そういうことですか。まあ、その気持ちは十分わかるんですけど、うん、やっぱりね、バッティングでもね、やっぱり8番から出ていくと上位につながって得点ってなるのはね、この大会多いので、はい、かなりね、中野選手も鍵を握ると思いますよね。やっぱり質問でもセカンド練習の弊害も出ているんでしょうかという声があるんですけど、その通りですか。その通りですね。だから本人も分かってるんで、ちょっと取ってからステップを思いっきりしてってんですけどね、はいはい、そこでちょっとリズムを崩してる部分もあると思うんですけど、動きからして勢いをつけないとって言ってちょっとバランス崩してますんで、はい、準々決勝までね、明日は多分休むと思うんですけど、はい、練習でね、その辺の感覚を取り戻してほしいなと思いますけどね、うん、なるほど。源田選手骨折してても投げられるものですかっていう質問たくさん来てるんですけれども、小指は、まあ、骨折したことがないので、はい、私もちょっとわからないんですけど、まあ、僕中指骨折したんですけど、中指で骨折して投げれないことはないですけど、セカンドだったんで投げれたんで、はい、ショートだとね、ちょっと分からないですね。やっぱり違和感あるはあると思いますよね。さあ、江場さん、最後にですね、世界一向けてあと3勝ということになりますけれども、その3勝するための最大のポイントを挙げるとすればどんな部分になりますか。先制点ですね。先制点、もうやっぱりね、5点に回るとやっぱこれからどんどんきつくなってきますし、うん、もうピッチャーも間違いなくね、いいピッチャーしかいないと思いますんでね、はい、先制すると焦りも出ると思いますので、うん、まずは先制すること、はい、されたとしても最小点でくっついていくことが大事ですよね。なるほど。
まあ、基本的には追っていく立場ではなく、はい、追われる立場でゲームを進めたいという形になりますかね。そうですね、さすがにね、メジャー経験者でも負けられないで先制されていくとね、焦りが出てきて、ね、自分のバッティングとかもできないと思いますので、はい、本当にね、今日の先制できたっていうのは大きいと思いますね。なるほど、わかりました。